するのはウミウシシリーズ最新作スマホ2800です。コンパクトサイズで持ち運び楽々、しかもアダプターとケーブルが全て内蔵されているので、従来の充電器のようにこういうアダプターや、ケーブルなどを持ち歩く必要が全くない、これ1台でいいっていうのが最大の特徴です。本体に、iPhone 充電用のロックコネクターとスマートフォンや、Wi-Fi ルーターなどを充電できるマイクロ USB 端末が付いています。使い方は非常に簡単です。こちらスマホ2800を直接挿していただき、この U ボタンを3秒長押しすることで充電がこれに開始します。またこちらの商品2台同時充電もすることができます。このように2台挿していただいて充電することも可能です。こちら本体とても小さいんですけども、容量は 2800mAh と、iPhone4S を 1.4 回充電することができます。 1000mAh の出力があるので比較的充電も早く終わります。大体2時間ちょっとで、iPhone を 0% から 100% にできます。本体の蓄電は、こちらもですね、 USB を直接パソコンに挿していただくか、もしくはこういう AC アダプターを挿していただくことで蓄電ができます。約4時間で蓄電が完了します。こちらの商品私も、愛用しているんですけど、ずっとカバンに入れっぱなしです。で、必要な時だけ取り出す感じなんですけども、まあ、それだけでアプリやブラウザなんかも全部使いたい放題ですね。充電がなくなってどうしようなんてことも完全になくなりました。旅行や出張の時にもぴったりだと思います。